次はなにわ花子さんでログインして打刻をしてみましょう。なにわ花子さん、授業員番号10番にしたので、ログインします。あ、なにわ花子さんでログインできました。これが打刻画面ですね。このすごい見やすいですよね。出勤退勤直行直帰ね、休憩入る休憩戻りで、めちゃくちゃ見やすいです。僕好きなのがテレワークを開始するっていうボタンがあって、他のねシステムだと在宅勤務と通常の出勤を分けるのにわざわざちょっとチェックボックスを設定しないといけなかったりとか、組織をねテレワーク部署みたいなのを作ってそっちで打刻しないといけないとかっていう設定にしたりしないといけなくて、これがねなんかデフォルトでテレワークを開始するみたいなのがついてるってすごいいいですね。これテレワーク開始するっていうボタンを押しておいたらテレワーク中っていうのが管理者からもね見えるようになるので、誰がテレワークで誰が出勤してますっていうのが分かりやすくなって、出勤って押してみますね。あ、これ録音されましたかね。ここにね音声ボタンがついてて、出勤ボタンを押すとねおはようございますって明石が言ってくれるんですよね。なんでなんかテレワークとかね、やるときでも挨拶できないとかってあっても寂しくないのでいいなっていうと、まあ、ここに出勤っていうのがちゃんと出ますっていうのね、会社からのお知らせとかエラーとかがあったらここに通知が出てくるので、すごいスッキリして見やすいかなと思います。出勤簿で打刻した分とか出てますね。あとこのレイアウト設定っていうのが明石さんがこれ結構ね僕好きなんですけど、レッドとかねグリーンとかでレイアウトを色を変えれるんですよね。なんでその日の気分でね、今日はちょっと暑い営業があるんで赤にして気分盛り上げていこうかなとか、ちょっと今日は冷静な対処をしないといけないのでちょっと落ち着けるようにグリーンにしようかなとかっていうのが設定できたりとか、怖い部長が案外ピンクでやってんだみたいなのもね言えると、なんか話の種になったりもするかなっていうのと、こういうね色って多分開発とかで話上がると思うんですけど、優先順位として多分低いと思うんですよね。会社ベンダーさんのイメージカラーだったりとかで、こういうただ使ってる従業員の人からするとこういうのを変えれたらいいよねみたいなんて絶対あると思うんで、なんかそこにねちゃんと機能としてつけてるっていうところが、使う人がどういう機能があったら嬉しいかなっていうのを結構優先して作ってるっていう気がしますね。ダッシュボードでなんか労働時間が見れたりとかね、休暇の確認とかもできたりっていうイメージですね。月次シフトが確認できますと、さっきねシフト入れたんでここにシフトが入ってますっていうのと、一緒の事業所で働く他の人のシフトも見れるので、もちろん他のシステムでもシフトを組む機能はあったりするんですけど、従業員からね同じ事業所で働く他の人のシフトが見れないっていうケースがあったりするんですよね。けどこれはしっかり他の人のものも見れるのでいいですよね。というところでちょっと明石触ってみました。